神奈川中央交通西、秦野営業所。神奈川中央交通西、秦野営業所。神奈川中央交通西、秦野営業所とは、神奈川県秦野市蘇谷620の位置に所在する、神奈川中央交通西の営業所である。主に、神奈川県秦野市や中井町を走る路線を管轄している。一部路線は、平塚市、二宮町、小田原市へも乗り入れる。 かつては、伊勢原市、大井町へも乗り入れていたが撤退した。2008年5月16日から2016年12月31日までは、伊勢原営業所の総社所であったが、略語は総社所時代を含め一貫して、派を使用している。別称は、高砂御社湖。すべての路線が、湘南乾南コーバス共管、管理委託路線である。湘南乾南コーバスとしての新規路線。 2016年12月31日まで、系統番号が白文字が、神のものについては、長南館なコーバスの項を参照のこと。平塚駅追い分けから、長持ち、金明駅方面。平塚駅市民病院から、長持ち、金明駅方面。平塚駅まとい、広川方面。平塚駅、徳信、坂間方面。国道1号線方面。 肌の駅発着路線の内平塚駅を発着する系統は平塚駅発着路線を参照のこと。新26系統は、く葉台、神奈川病院を通って肌の駅まで戻る循環系統である。1時間に1本程度の運行。新27は、新26の逆回りで日中に1時間に1本の運行。神奈川病院へのアクセスを担っている。新は、 新26が運行されていない、時間帯に運行され、1時間に1本程度の運行である。新23系統は、新26系統のループ線の概ね4分の3程度運行し、藤棚で折り返す系統であり、1時間に2本程度の運行である。循環線ではなく、秦の駅くず容台藤棚を往復で運行し、神奈川病院は経由しない。袖方面に向かう。 唯一の系統であるが、平日は朝夕のみ1時間に1から2本程度を、同休日は日中のみ1時間に1本程度の運行である。2018年6月18日より約1年間の予定で、平日の日中にに往復の実証運行、行われている。以前、運行されていた新24系統の区間のうち、前波峠を挟んで、西側の部分を分離して、 そやぐほう発着にしたものである。前波峠を挟んで、東側部分の一部は、伊勢原営業所の58系統が運行しているが、本数が平日1日3本のみと非常に少ない。中井町方面の路線では、方向幕や時刻表などで、洋華道経由という表記や案内がされることがあるが、実際には洋華道というバス停は存在しない。片町通りを経由せず、 洋歌道の角を曲がって駅に直行することから、このように呼ばれている。ちなみに、伊東洋歌道肌の天後よりのバス停は、肌の郵便局前である。なお、洋歌道経由に対して片町通りを経由する便を、片町通り経由と呼んで区別することがある。透明肌のを経由する各系統を利用して、路線バスから JR 透明ハイウェイバス及び小田急箱根、高速バスへの乗り換え可能。 ただし、乗り換えには、約3から5分ほどかかる。新60は旗70と異なり、旧道を経由である。また前述の通り、八日道経由と称される。1時間に1本程度の運行となっている。なお、片町通り経由は1日1本のみの運行である。新60は、団地中央を経由し、四谷を経由しないのに対し、新63は四谷。 南五号前を経由する。なお両方とも緑が丘は経由しない。旗70系統は朝夕の平日のみ運行される振動経由でバス停の数が非常に少ない。休行と称される。2018年3月19日より経路変更等がされた。新点0 9 1 9 6系統は肌の郵便局非経由、上尾尻橋経由である。 旗91系統は南が丘公園方面に迂回した後、東米肌野から旗60と全く同じ経路を通っていく。249は神ナ中発の49番が使用されている意味番。以前は、イスズ社、日産ディーゼル社が多く所属していたが、現在は三菱不走車の比率がかなり高くなり、日野社、日産ディーゼル社は消滅した。特に、 日産ディーゼルのワンステップ車は2001年に2台、2002年に3台、2004年に2台導入されたのみ、2001年の2台、2002年の1台は2012年10月に湘南間な高バスに転属し、2015年に2001年式の1台が廃車済み。残った2台も2016年3月に廃車済み。2015年3月にも2002年の2台が、 相模原営業所に転属し、2015年12月に、廃車済み。2004年の2台は、カン開発の西日本社体工業製。2012年に2台とも、平塚営業所、その後伊勢原営業所へ、転属。2015年4月に、町田営業所、多摩営業所に1台ずつ転属である。ただし、日産ディーゼル社の全廃後も、三菱不走への OEM 供給車である。 エアロスター S が2台、エアロミディ S が3台、うち2台は転入者在籍している。イスズ社は一時期カンナコーバスを除いて消滅したが、エアロミディの置き換えのため中型車がまとまった、数導入されている。2015年3月には、相模原営業所から、中型車が15台転入された。さらに2015年8月には、イスズエルガミオノンステップバス3台導入、つくい営業所から、 イスズエルガミをワンステップバス2台転入された。また2017年2月より新型イスズエルガミオを導入している。境愛路線が多いことから中型車の比率は比較的高い。大型ノンステップバスは2004年以降導入が進んでいるほか、2016年1月には横浜からエアロスターノンステップバスが1台転入している。日立システムズの事業所がある関係から、 1986年から2007年1月まで、日立情報への路線は、日産ディーゼル製の貸切兼用車が専用車として運用されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。